スナックブルボンヌいらっしゃいませまたやってきてしまいましたあだ汗だくじゃないはい。今日ねふんどしでだからねふんどしなって言えばいいしふんどしで2丁目界隈の用語をありそう <laughs> 今日のお品書きはああ先週ねエンディングであやのちゃんが紹介してくれたえプライドトークライブっていうのが土日に開催されて 25、26にね、<ー>なんと総視聴者数143万人を超えました。すごい、うん 私が参加したパートでもいろいろ面白かったので印象的だったとこピックアップしますとまず「カミングアウト」ってテーマではあの日本文学者で東大名誉教授のロバート・キャンベルさんがいらしてくれてーロバート彼はね2018年にこう生産性がないってこう芸には同性愛者にはって言われたのにあまりにショックを受けてやっぱりこう私たちみたいなキャラクターと違って学者さんだからそれをわざわざ言うことのちょっとデメリット的なものも感じていたんだけど。 けれどもこれは言わなきゃ言われ放題になってしまうという思いからカミングアウトをされて20年来のパートナーとアメリカで同性婚されてることとかも公にしたのね。うん あと意外なテーマで「介護老後」っていうコーナーもあって<ー>ここはねあの2丁目でも大人気のバビエノビッチさんっていう私よりももっともっとゴージャスなドラッグクイーンの方が出てきてくれてそういう見た目の方ってさそういった作業とは無縁のようにパッと見は見えちゃうじゃない介護とかですか。でも当然人の子ですからお母様がいらっしゃって、うん、でやっぱりお母様が大変な状態になってた時に2丁目のお店を朝までやってメイクを落としてお食事とか作ってお母さんとこに。 届けてってててっいいう大変な3年間を過ごしていてそういう話もされたんだけどさらにオチとしては結局私たちはそうやってこう上の世代を介護をギリギリね自分たちを産んでくれた人たちは介護できるかもしれないけど私たちって下の世代を作るってことに関しては縁がない方がとても多いから、うん、そうすると一体どうなっちゃうんだろうね自分が見られる側になった時はみたいな話まで広がりました。うん あともう一つ意外なのが「子育て」っていうテーマのパートもあって例えば男性と結婚しててお子さん作ったんだけれども自分の気持ちにこう正直にあのこの人とはもうやっていけないってお別れをした女性同士が こうレズビアンカップルになって連れ子同士の子供たちを育てているそういうあのペアの方が登場されたりして<ー>、うん、面白いいですねね、うん、いろんんな形があるんだよ、ね、で海外だとエルトン・ジョンさんとかが代理母出産で作ったりはしてるじゃない。で 今、アメリカに住んでいらっしゃる日本人男性で、アメリカ人男性と同性婚された方は、最初そのパターンで、こう、どちらかの精子での代理母を考えたんだけど、いろいろやってたら、まあ、費用のこととか、まあ、理人面とかいろんな思いが出てきて、そもそも自分はたちは、その自分たちの遺伝子じゃなきゃ嫌なのか、みたいなことまで考えて、あの、虐待にあったりとか、ネグレクトにあった子供たちの里親になることを決めた、つって、二人のお子さんを育ててて、うんうん、ただ里親だからね、いつか、 また戻っちゃうかもしれないって思いの中で育ててるって話とかそうやってね、いろんな人間模様がトークの中で繰り広げられたんですよ<ー>で、一番ね今日お伝えしたかったのがアライってテーマのコーナーがあったの、はい、アライってあいのちゃん知ってるなんかこう LGBTQ、うん、ということに関して、うん、知識があるというか知っていて応援したい気持ち、うんうん、応援って言うといあれなんですかねさすがね毎日いろんな報道をしている <laughs> 女性だけのことはあるわそうそうまあ応援してくれるような人たちのことを「荒いって言うんだけれども、うん、あのそれをね電通さんがあの当事者のさ状況とかってよくアンケートで調べるじゃない、うん、じゃあそういう LGBTQ 当事者をどう思ってるかっていう人たちのことを調べた結果が発表されて。<ー>で あのえー、って意外にも結構いるのねと思ったのが、はい、その電通さんの結果でアクティブサポーター層って名付けられている、まあ、最近ニュースとかでも語られるからそういったこう情報をちゃんと知っていてかつ、うん、積極的にサポートをしようって意識もある人たちっていうのが29.4%なんだって。 えって石戸ちゃゃんここじゃないのまあそうだと言われればそうですけど <laughs> そんなに多いんだみたいな感じそそうそうねですそうね3割、知識があって応援する気持ちがあるんだって、うん、でで次がね、これ私なこういうネーミングどうなのって言ったんだけど天然フレンドリー層って名付けられてたんですけど詳しいね知識とか情報はないんだけどえ全然いいんじゃないそういう人たちいいじゃんいいじゃんみたいなナチュラルに応援してくれる層。 <laughs> そうだけど天然フレンドにーって <laughs> いい<点> <laughs> 名前付けどうなんだろうっていうね, <laughs> <あ>ねこういう人が9.2%なので足 <laughs> すと4割ぐらいは結構応援する前向きな気持ちでいると。で,で次がえ知識ある人ごと層と名付けられているそうでこれ34.1%。で、えー、すねそうなのよでまあいろいろねニュースとかにもなってるから知識は最低限あるんだけどまあ当事者が身近にいないとかであんまりそれについて考えてはいないひとごと。 遠くの他人の多様性は認めるけど、まあ、親族だったらちょっとどうかなって思うようなよく「ダイバーシティインクルージョン」って言われる中の「うん、ダイバーシティは知ってるけどインクルージョンする気はあまりないかな」ぐらいのポジションの人ねこういうふうに、うん、あの改めて分類されると面白いなと思って、うん、そこ多いんですねそうねこのあと批判アンチ層っていう積極的に生理的嫌悪感とかそんなのは悪影響だって思って。 ている人たちは5.7%いて<ー>ただアンケートで出てたのが面白かったなその人たち自身がちょっと社会的に排除されていたりちょっとよりどころがないみたいな、まあ、逆にエクスクルードされているような環境を感じているというデータも同時に出ていたからその、まあ、悲しいかな報われなさが別のマイノリティへの攻撃とかに向いてしまう場合もあるんだななんてね。うん ちょっと切ないとか思いながらそのデータを聞いておりましたこうんね、日々いろんなねニュースとかお伝えしてると、うん、これ2020年のデータっていうことなので、うん、この2年間の間でもまたちょっと割合変わってるかもね もかその否定的な人たちってポジティブに否定する人というかポジティブじゃねえなあの積極的に否定したがる人たちっていう強く否、ね、定したがる人たちっていうのがあ、えー、まあ言ってみれば20人に1人ぐらいなんだっていうことが分かったっていうのは結構重要なことだなとは思っていてデータとしてね,ーしてねだからまあ5%ぐらいっていうのはそうなんだって。だからでも多くは いいと思ってるってことだから、うん、そこはねちゃんと忘れないでいきたいですよね、うん、ありがとうございます,す、ね、今日はあなたは新井さん LGBTQ を応援する人を嫌う人スナックブルボンヌでしたこのコラムはポッドキャストでもお聞きいただけます文化放送のホームページにあるポッドキャスト QR をぜひチェックしてください